もうその頃、裏方の、はい、まあ、キャプテンもそうだけど、はい、これはちょっと押してるなっていうので、いや、そうなんですよ、ね、こっが、はい、熱戦すぎて、はいはいはい、クリコンに関わってた俺としては、うん、なんていい試合も最高すぎる、うん、はい、3人とも、うん、で、ステージ責任者の俺としては、うん、時間がマジでやばいこのままだとマジでやばい、どうしようどうしようっていうのはあった、うん、葛藤が俺の中の2人の武田が、さっきの青い柵の中はやべえどうしよう空気が渦巻いてんの、信じられない空気だったよ、あれもうちょっと本当言い表せない感じだったね、全員ね強衰弱ついてて、うん、さらにデバフもフルな状態だ、そうやばいです、もうダメです、このままだとライブどうなっちゃうんですか、ライブどうなっちゃうのってそうなの、あのね、で、なんでかっていうと、ごめんね、話終わっちゃって、あれなんですよ、補足をさせていただきますと、ドームの音出せる時間って決まっとるのよ、うん、だから他の会場だったら極論押せばいいになるんだけど、うん、そう押せない、ドームは押せない、もうバツッと音を消すしかない、ね、だからあの究極の道はあのピアノ中に音がバチンって落ちる可能性が全然あの時あって、うん、ね、本当にそれって本当にもう大変なことじゃないですか、うん、大変なことですね、9時半だっけ、9時半、そう9時半超えると何かっても音出せないのよ、そうで最初 の設営のとこあったでしょ、あそこも同じで、そうそうそう、だからリハとかもそうできないの、うん、だ9時半超えるとマイクを通せなくなる、マイクを使わないリハはできるんでやっていいんだけど、あの PA 通して音を出しちゃダメ、うん、そう、うん、なるほどね、そうだからあんな朝っぱらからバンドがバンバンやってたんですね。そういうことです。そういうことです。朝鳴らすしかないです。うん、そうそうそう。いやこれも良かった。惜しい。だから裏であれよ、うん、そのピアノ、要はピアノじゃん。はい、ピアノだったから、MC ピアノの MC はソケンさんと私だったから、うん、今の進行が何ポンションになりそうだとかいうのが逐一入ってきて、うん、でソケンさんとどうしますかねっていう話で、でここをこうしてこうすっかみたいな話をやりながら。うん、まあ、最悪何時何分までなら、なんとかなるだろうみたいな話をしてる中でなんか知らんけど、でもそこからこうわーって転換とかが鬼の速度で進んで、音楽チームの転換の設営が信じられない速度でやってくれたんですよね、ドリフもびっくりよ、そうステージの担当が音楽チームとはあれで変わるんだよね、そう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 、ライブと裏方図がね本当にもうかっこよかったですね、あの時ね、素晴らしかった、そうなんだよね、うん、よりによってさ、あの壇上にいっぱいの PC が出てるのを全部はかしてピアノを置けなきゃいけないっていうね大転換があったんですよ、そう